1988年、北海道である事件が起きました。本件は長い期間未解決事件だったのですが、14年後に解決しています。解決の決め手になったのは、テレビ番組を見ていた視聴者からの情報の提供でした。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる久保田雄二は、北海道の網走市で出生します。事件当時、久保田は保険の外交員として働いていました。保険の外交員は客に保険の契約を提案したりサポートする仕事です。そして保険の外交員の報酬は基本給とは別に外交員報酬というものがあるのです。これは契約次第でもらえるボーナスやインセンティブのことを指します。つまり契約を多く取れば報酬がアップする仕組みなのです。このように自分の頑張り次第で年収を上げることができる保険の外交員をしていた久保田なのですが、彼の営業能力が特段高いということはありませんでした。そこで久保田は悪知恵を働かせます。なんと営業成績を伸ばすために架空の保険契約を締結させるという不正行為に手を染め始めたのです。この不正行為がバレることはなく、久保田の営業成績は上がっていきました。しかし架空とは言っても保険料の支払いは発生します。つまり架空の保険契約で発生した保険料を久保田自身は支払う必要があるのです。とはいえ自分のポケットマネーで保険料を支払っていれば本末転倒になってしまいます。そこで久保田は最悪なことに横領行為などを繰り返すようになりました。そんな中、後に本件の被害者となる A さん夫婦に久保田は営業をかけていきます。A さんは当時61歳の男性で、彼の妻である当時56歳の B 子さんと北海道の北見市で暮らしていました。また A さんは地元では資産家として知られていたそうです。このように彼らが資産家だと知った久保田は早速保険の提案をしています。しかし久保田が真面目に保険の提案をすることはなかったようです。なんと高額の報酬金欲しさからとんでもないやり口で A さん夫婦に保険の提案をしたというのです。そのやり口というのが虚偽の説明をした上で騙す形で保険の契約を締結させるというものでした。この方法がうまくいったことで久保田は A さん夫婦と保険の契約を結ぶことに成功します。こうして久保田は高額の報酬金を手に入れることができました。とはいえその後 A さん夫婦が保険の契約内容に不審点があることに気がつきます。そこで A さんが久保田に対し保険の解約について申し出てきたそうです。この事実に久保田は焦りました。なぜなら A さん夫婦に行っていた不正な勧誘行為が会社に露見してしまうと思ったからです。そうなればこれまで行ってきた不正行為が芋づる式に発覚するのではないかと考えました。万が一不正行為が発覚でもすれば自分の生活が破綻してしまうのではないかとも思ったそうです。そこで久保田はびっくり仰天な思考回路に行き着きます。驚くべきことに不正な勧誘行為などの発覚を防ぐためには A さん夫婦を2人とも手にかけようと決意したそうなのです。このように信じられない脳みそを持ち合わせていた久保田は早速計画を練り始めます。彼は A さん夫婦を2人とも手にかけようと決めていましたが、同時に2人の命を奪うのは難しいと考えました。ただ A さんがいつも行っている日課を思い出します。その日課というのが昼寝です。これを思い出した久保田は A さんが昼寝をしている際に妻の B 子さんを先に襲撃しようと考えました。そして B 子さんを手にかけた後に A さんを襲うという流れで実行することに決めたのです。このように犯行計画を固めていった久保田は凶器として使うドライバーもバッチリ準備しています。事件当日となる1988年10月21日、当時43歳の久保田は凶器としてドライバーを持ち A さん夫婦の自宅へと向かいました。家の中に難なく入っていった久保田は A さんが日課の昼寝をしていることを確認します。そして当初の計画通り妻の B 子さんに対して持参していたドライバーを振り下ろしました。これにより B 子さんは複数回攻撃を受けてしまいます。しかし久保田はドライバーだけでは B 子さんの命を奪うのは困難だと気がつきました。ただ彼はここで犯行をやめるような男ではなかったようです。
なんと A さん宅の台所から刃物を持ち出したのです。そして B 子さんに対し、あろうことか容赦なく刃物で攻撃していきました。恐ろしいことに B 子さんは60回以上も攻撃を受けており、絶命してしまったのです。こうして何の罪もない彼女を手にかけた久保田は、続いて A さんが眠っている部屋へと向かいました。昼寝をしていた A さんは、久保田が行っている犯行に気づくことはなく眠っていたそうです。そうして寝息を立てる A さんに対して、久保田は B 子さんを手にかけた際に使用していた刃物で襲いかかりました。その攻撃は20回にも及んでおり、 A さんも耐えらぬ人になってしまいます。そして冷たくなった2人をその場に放置して、久保田は逃走しました。その後 A さん夫婦が発見され、警察は事件と断定しています。そして捜査線上に A さん夫婦の保険担当をしていた久保田の存在が浮上しました。そのため警察は久保田に対し任意で事情聴取を行っています。しかし久保田が犯行を自供することはありませんでした。そのため久保田がすぐに逮捕されることはなかったのです。ただ警察に自分が疑われていると察知した久保田は、脳みそを必死に働かせて何とか逃げ切れないかと模索しています。そこで久保田の脳みそが導き出した結論は、自分がこの世からいなくなったと偽装するというものでした。警察に自分がこの世からいなくなったと思わせてしまえば罪に問われることもないと考えたのです。そうと決まればあとは実行するだけです。事件から約1年が経過した1989年11月、久保田は自身の車を運転してある場所に向かいます。その場所というのが網走市にある港でした。そしてなんと自分の車を海の中に転落させたのです。もちろん久保田自身は車に乗っているわけではなく逃亡しています。その後、久保田の車は港から引き上げられました。久保田の脳みそは本人の車が海から発見されることで、遺体が見つからなくても自ら命を絶ったと偽装することができると考えていたのです。ところがどっこい、そんな甘い考えで警察を欺くことはできません。捜査員は久保田の行動が全て偽装だとすぐに気づいたのです。そして海に車を転落させて自ら命を絶ったと偽装すること自体が久保田が犯人であるという何よりの証拠だと判断しました。こうして久保田の計画は失敗し、行方を追われることになったのです。ただその後久保田をすぐに捕まえることができず、時間だけが流れていきます。そして14年もの月日が流れてしまいました。当時人の命を奪う事件には時効というものがあり、その期限は15年です。つまり久保田のことを捕まえることができなければ、あと1年も経てば罪に問えなくなってしまいます。ただ14年という月日は捜査の技術を進歩させていました。警察は事件現場に残っていた血痕の DNA と久保田の親類から提供された DNA を照合したのです。その結果 DNA が一致したため、捜査本部は逮捕状を請求しました。こうして2002年11月、久保田は指名手配されたのです。捜査員が久保田の行方を追う一方で、テレビなどの報道機関も情報の提供を呼びかけています。11月30日にはテレビ朝日の奇跡の扉テレビの力という番組で特集が組まれており、12月12日にはテレビ朝日の迷宮の扉という番組で事件の内容が放映されました。当時のテレビは絶大な影響力を持っています。こうしてテレビに取り上げられた結果、視聴者から多くの情報が寄せられたのです。その中には久保田によく似た男を横浜で見たという有力な情報がありました。そこで警察は情報をもとに久保田が横浜に潜伏していると睨んで捜査を行っています。するとテレビ朝日の迷宮の扉が放映された6日後である12月18日についに久保田のことを発見したのです。彼は視聴者の情報の提供があった横浜市で工事現場の労働者として働いていたといいます。こうしてようやく久保田は豚箱行きとなりました。これは時効の10ヶ月前の出来事だったといいます。その後起訴された久保田は初公判で起訴事実を全面的に認めました。
検察側は現場に残っていた血痕が久保田の DNA と一致したことを有力な証拠として主張しています。そして保険の顧客だった被害者との契約上のトラブルが発覚して懲戒免職になることを恐れて被害者を何度も攻撃した利己的で残虐な犯行だとして久保田に対し極刑を求刑しました。当初は起訴事実を全面的に認めていた久保田ですが、裁判が進む中で予想外の主張を始めます。なんと事件は警察の捏造であり、事件現場に残っていた血痕は病院で採血した自分の血を誰かが撒いたなどと言い出したというのです。弁護側も久保田は無罪だと主張しています。その後の判決公判で裁判長は、現場から見つかった血痕は被告の血液であり、犯行時に遺留されたと認められる。捜査段階の自白は信用でき、犯行を実行したことは明白であるとして極刑を言い渡しました。この判決を不服とした久保田はちゃっかり控訴しています。そして控訴審で久保田は次のように言い放ちました。連日の取り調べで刑事に自白を強要された。一審判決はデタラメだ。とはいえこの主張が認められることはなく、久保田の控訴は棄却されました。ただそれでも諦めない久保田は上告しています。最高裁では DNA 鑑定の信用性について争われましたが、弁護側の主張が認められることはなく棄却されました。その後久保田は5回の再審請求をするも、いずれも棄却されています。そうこうしている間に久保田の刑が執行されることはなく、時間は流れていきました。そして2023年6月、札幌拘置支所で収容されていた久保田の体調が悪化してしまいます。そのため医療環境の整った札幌刑務所に移されました。その後一時は体調が回復していたものの、2023年9月23日誤嚥性肺炎による呼吸不全のため78歳でこの世を去ったのです。営業成績を上げるために何の罪もない資産家夫婦を手にかけた本事件。久保田は反省することも刑を全うすることもなく、あの世へ逃げてしまいました。被害者のご冥福をお祈りします。